どうもショペです。今回の動画をご覧いただきありがとうございます。この動画を見ている人の中で、一人暮らししてますっていう人もいると思いますし、同棲をしていますっていう人もいると思います。ご結婚されてご家族がいますっていう方もいらっしゃると思います。僕はこの物件に引っ越す前は一人暮らしをしていました。で、この物件では同棲を始めています。で、そこで今回初めて水道費と電気とガスの、その請求書が全部揃いました。なので今回は1ヶ月の光熱費をシェアするとともに、あと僕たちのその共同財布っていうのがあるんですけども、そこからいくら食費だったり、あと日用品が使われたのかっていう、その費用をちょっとシェアしてみようと思います。ちなみにインスタグラムで新婚1123という方が出しているんですけど、だいたい 17,500円が平均の水道光熱費らしいです。はい、なのでこれより下回ってるか多いかっていうのをちょっと確認してみたいと思います。と、僕結構家の中で引きこもって作業したりすることが多いので、結構電気代とかいっちゃってんじゃないかなっていう感じなんですけども、はい、見てみましょう。2019年の9月分ですね。はい、出してみましょう。個人情報の部分はちょっと伏せさせてもらいましたけども、水道費の部分は3251円でした。僕前の物件に住んでいた時っていうのは、その基本料金っていうのを超えたことがなかったんです。それで3600円ぐらいでした。そう、なので2人でガッチャンコしたら、その倍ぐらいになるのかなっていうふうに思ってたら、今回もその基本料金を超えず3250円だったということで、ありがとうございます。何に対してありがとうなのか分かんないですけどね。はい、はい、続きまして9月の電気料金です。はい、こちらは、ここですね。ちょっとちっちゃくて見えづらいんですけども、6192円。はい、6192円でした。僕が一人暮らしをしている時は、だいたい毎月1400円とか1800円、2000円を超えることはなかったので、これだいぶいっちゃったかなっていう感じがするんですけども、ただ、今回の物件はエアコンが2つついてたりとか、あとは部屋が広くなったので、その電球の数なんかも増えたりしたんです。今年は8月、9月ってすごい暑い時期が続きましたので、エアコンを結構たっぷり使ってたんです。寝てる間もエアコンガンガンつけてました。そう、なので6000円ぐらいいっちゃったかなっていう感じです。でももう10月に入って朝晩はもうだいぶ涼しくなってきましたので、その寝てる間のクーラーっていうのもつけてないです。なので、そうなったらこの電気料金っていうのもまたさらに下がるんじゃないかなっていう感じです。それでは最後にガス料金です。ガス料金はこちらです。ちょっと見にくいんですけども、2486円。僕が前住んでいた物件のガス料金っていうのが、でも2900円でした。僕が前住んでいた時でも2900円だったので、それよりも少ないと。面白いですね。この物件では毎日自炊をしているので、その料理をする時にガスを使っています。あとは、シャワーを浴びる時2人分のガスを使っているはずなんです。なので結構料金も倍になるかな、5000円6000円いくかなと思ったんですけども、まさかの自分で一人暮らしをしている時の料金よりも安いというのって不思議ですね。この3つの料金を合計すると、合計がですね、11,929円という形になりました。先ほどシェアしてもらった17,500円。これよりかは安く済んだかなっていう感じです。なんなら、ここに出ている一人暮らしの表、一人暮らしだったら10,500円っていうふうに出ているので、ほぼ一人暮らしの値段で、この二人で、このだけの水道光熱費が抑えられているという感じですね。安いんじゃないでしょうか。どう思いますか。で、あとついでにシェアさせてもらいますけども、これは2人の共同財布っていうのを作りました。で、これは何かっていうと、2人で一定額毎月入れて、そこから2人の食費だったり、2人で使う日用品、トイレットペーパーだったり、ティッシュペーパーだったりっていうのを買ってます。そのための共有財布です。で、ここに今月9月は4万円入れたんです。4万円入れて、いくら余るかなっていうことをちょっとチャレンジしてたわけなんですけども、余った金額が16000円。はい。16000円と、
はい、11円、はい、1万6000円と11円余りました。なので2人での日用品と食費の合計は2万3986円という形になりました。はい、これも多いか少ないかちょっとわからないんですけども、まだこれに関してはいろいろ試している段階なので、まあ一応今月は2万3000円ぐらいでしたっていうところまでのシェアですけども、ただこの中には2人で外食に行く費用っていうのは入っていません。例えば牛角2人で行こうって言ったらもう2人で7000円8000円ぐらい行っちゃいますので、それはこの中ではなくて僕がご馳走したりしています。僕が例えば外に出かけてスタバでパソコン作業するってなった時にはそれは僕のお財布から出しているので、この共同財布からは出していませんという感じで、2人で生活をするってなった時にこの共同財布からは2万3000円ですよ、あとは水道ガス電気っていうのは1万1000円ちょっとですっていう感じですね。はい、ちょっとこれが多いかどうかっていうのはちょっとわからないわけなんですけども、ただ少なくとも水道ガス電気っていうのは平均よりかは低いのかなっていうふうに思ってます。なんかでもここまで来ると1万円切れるかどうかチャレンジしたくなってくるっていう気持ちもふつふつと芽生えてきますね。はい、なんか毎日頑張って節約してるんですかって言われると全然そんな意識はしてないです。ただ無駄は徹底的に省いていこうと、無駄遣いだけは絶対しないようにっていう意識はしてます。はい、なのでまあそれがこの数字に反映できたかなって思います。なのでまあ楽しいですよ、すごい。あの共同財布でも今回1万6000円余りましたけども、僕たち旅行するのがすごい好きなのでその旅行先で使おうねっていうことをやってます。なのでその貯まったらすごい嬉しいっていう、そういうモチベーションにもなってます。はい、無駄遣いを我慢すれば旅行先でいい思いができるっていう感じのモチベーションで日々生活費を使ってたりしてます。はい、という感じでやってきましたけども、いかがだったでしょうか。やっぱこう根詰めて節約節約ってやるのもいいですけども、ただその節約をした先にご褒美が待っているからこそ楽しめるっていうふうに思いますし、あとは削ろう削ろうって言って大事なところまで削ってしまったらそれは意味がないと思いますので、無駄を徹底的に省こうっていう意識で節約をすればなんかもっと楽にできるんじゃないかなというふうに思います。一人暮らしとあまり変わらない値段で二人の光熱費を賄えているのでちょっと満足です。はい、ということでシェアしていました。でまた10月11月ぐらいになったらまたそのエアコンの使い方とかまた水道光熱費のあれが変わってくると思いますので、またそれは別途シェアさせてもらいます。今回は同棲して初めて水道光熱費っていうのがバシッと出てきましたので、それをシェアしてみましたけども、いかがだったでしょうか。一人でも多くの参考になってくれたら嬉しいです。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。